さあ、五章ですね。もうそういうことでしょ、これは。そうでしたか。おお、レア。てか、こいつら上に上がってきて大丈夫だ、ユリスとか。これは確かに。ここまで来るんだ。資源の荒廃でしょう。うん。数少ない教団の記録とも一致します。また白々しいこと言っとるの、こいつ。当時現場におったやろ。絶対に。処分は、うん。未開用になりますか。こういう白々しいやつ、うまいね、レア。この数千年、ずっとそうしとるから、もうそういう癖がついとるやろうけどね。うん。私たちの処分。司法の封を破ったのですから。本来ならば、の罰を下すべきなのでしょう。怖い怖い怖い。怖い怖い。レアの罰ってガチでやばい。下手したら処刑もあり得るんじゃないの。法を見つけ出したと思います。うん、まあ、これは、そうそうそう。おー、プラマイゼロやって。レアでも分かってなかったんだ。所在のつかめなかった司法。え、あの、ね、橋の下にあったって話やけど、だいぶ東大元暮らしやな。うん。なんだ？もしかしたら？封印が解けたのは。なんだ？あなたの影響かもしれませんね。一応この時点ではソティスまだ合体しないよね。はあ、なるほど。その一員の可能性もあんのか。用紙とによって厳重な封印が施されたと年代記には記されています。うん、ああ。だから紋章ね、あの4人の紋章を持ってるこいつらが揃ったことで解けたと。封印を解く。よくできとるね。彼らの血に宿ったという四つの紋章のみのはず。うん。うん、これを知ってて集めたとかあんのか？アルファルドは。もしかしたら。たまたまなわけないよね、ここまで来たら。特別な力を持つあなたならば。その封印を破れてもおかしくはありません。もう、ファイアーエンブレムの紋章の時点で。まあでもこれってネメシスの紋章だから。まあ、ね。もうソティスの、ソティスを中心に全て回っとるからは、もうそれを宿しとるって時点でもう何でもありになんのか、これは。ひとまず私が預かります。おい、持ってかんといて。ここ狙われる可能性あるんじゃない？あ、でもあれか、アルファルドが、まああいつ、が犯人として見てますけど。まあ、ここにあれば安心なのかな、とりあえず。アルファルドの身柄は、ただ、騎士団が必ず取り戻す。カーディナルだから、あいつのポジション的に、ワンチャン、さっと持ち出せる立場でもあるんじゃないの？ここに置いとくの危なくない？我が子のようなもの。え、決して殺させはしません。あ、もうレアからもしっかりここまで、信頼されてんだ、アルファルド。お待ちになってくださるレア様。私たちとて引き下がることはできませんわ。聖杯持ってくなと。騎士団を連れてくるようならば、アルファルド様の命はないと言っています。そっか。一応聖杯は持ってった方がよ、いいんじゃないかっていう話になるのか。あの方は私たちの恩人誰からも。漏れなく好かれとるね。そう。見た目超怪しいのに。騎士団が頼りになるのは知ってるからさ。こいつらだけで解決したいってか。あ、先生は騎士じゃないから来ていいじゃん。そういう括りでいいかな。どうですか、レアさん。今回だけは認めちゃくれませんかね。だから聖杯はまだ渡せないよということやね。ググってきてる。崩壊もアルファルドさんも守りきるさ。聖杯聖杯言ってますけど、崩壊って言った方がいいかな。あ、
ユリスも、うん、同じ意見っぽいね。惚れてくれるか？彼らに任せては、自分が責任を取る。あー、一応もう担任やからね。下の方がかっこいいか？自分が責任を取る。確かに。あ、これは納得してもらえたか？あなた方に後輩を託しましょう。なんだかなら言ったら折れてくれるからね、レアさん。お待ちください、大司教芸家。うん。おお。こいつ怪しいけど。お前は黙っとけよ。ああ、これは下に見てんのか。これ以上の議論は無用でしょう。うんまあ、ベレスのこともそんなに買ってくれてるというか、まあ、もうこの時点で確信してるのか、天帝の剣も持っとるし、そういうことやね。奪われたところで、族徒に後輩を扱うことなど不可能です。ああ。そういう見方もあんのか。命を呼び戻すための神器。もし正しい使い方を知る者が現れ、これがもしかしたらアルファルドの可能性もあるのか。そのものが正しく義を行うのであれば、うん、私はそれでも良いと思うんです。あ、じゃあこのルールでいけば、じゃあね、正しい使い方が知ってるものがアルファルドなら許してくれんのか。なあユリス、お前がここに来た理由を聞いていいか。あ、やっと教えてくれんの？今更感もなんかあるけど、一生ぐらいで言っといてよ、それは。うん、あ、ユリって呼ばれてんだ。したのにさ、うん、ため息出すと、魔物の子が出てくるってやつね。どうしても気になることがあってよ。まあ、唯一知らん、か、ユリスだっけ。バルタザールはなんかもう借金しすぎて追われとるやつで、コニーちゃんはね、屋内と屋外で性格が変わるからっていう。え、それだけでここまで来てんのかって話だけど。話さねってわけにもいかねえか。うん。あ、言ってくれそう。殺しさ。教団の人間は何人か。やばないそれ。え、レアに、まあ、バレっとるやね、当然。そんな処刑もんでしょ、一発で。殺し。うん。ガチのアサシンだったんだ。ああ。上かな。どういうこと？ローベ伯爵の養子として、士官学校で生徒をやってたんだが。2、3年前かな。課題の一環なんて嘘ぶく教団に、うん、昔の仲間を殺しに行かされることになった。何それ、どういう状態？盗賊団だったってことか。その養子になる前につるんでた奴らがかな。どういうことですの？多分そうでしょう。ほぼアッシュと同じような境遇？賊とジッパ人からげにされるような奴らさ。ジュッパ人からげ。初めて聞いた。文言。まあ、人くくりにさせれるって意味かな。抗議に行ったんだよ。そこで揉めに揉めて、結果がこうさ。誰か殺して帰ってきたって？お前ら。もまあ処刑されなかったもんだ。それやよね。アルファルドさんが口を聞いてくれたんだ。上場の利用の余地があるってさ。はあ。まあ、カッコの仲間は、ってこって。何人が殺したって言ってなかったっけ、教団のやつ。はあ。お前たちも、だいぶ寛大やね。あの人に助けてもらったはずだ。もうこの辺の詳細はまだ聞いてないか。やらか、どういう、やましいことは分かってても、どういう経緯があってここに来てるかは分からんよね。ああ、全部言ってくれるから。チカロウとかあるんだ、ここ。魔物が来ちゃうし、危ないからってさ。うん。
いや、チカロが壊滅戦か、それ。アルフさん様々じゃん。うん。まあ、牢屋みたいなもんか、実質。どうしても気になることというのは何ですの、うん、敵が砲杯を手に入れようとする目的に当たりがついたとか、うん、そこまで、ね、そうなんすか。だがえレアさんの話が引っかかってな。うん。砲杯のどの部分四使徒が関わってんだろう。うん。で、俺にはシュワリエの、一番な覚えづらい名前のやつね。もう、おっと、うちの、かしこが来ましたよ。大事な話してるんだけど。あれお前ら仲良くなかった。人の名前を思い出してね。うん。シュバリエ、ティモテ、ノア。あと一人、覚えてない。ノア。あ、オーバー。血脈が失われて久しい四人の成人だよ。うん、なんか、推理パートになってきたな、なんか。もしかして、探偵に見えてきたわ。ウルフクラスの皆さんには、心当たりがあるんじゃないかと思って。今みんなドキドキしてんかな。あ、でも、バルトザール言いかけたしね。別にもう開き直っていいんじゃないの。あー。ダメだ、言ったら。今更隠すな。あー。シバリエの大紋章。いやよね。大紋章大紋章って、本人なんじゃないの？だって、上の、ね、メインの、生徒たちの紋章持ちですら、小紋章とかってのがほとんどなのに、大紋章ってやばいぞ。判明して、以降は教団と相談して秘匿してたがな。そう、え？生まれ変わりとかいうレベルなんじゃない？もしかしたら。ああ、大紋章。やっぱりわからねえけど。全員大紋章かこれ。聖ノアの血脈をつないできましたわ。うん。帝国にも隠しながら。ダメだ、そんな隠さんなもんの。ってことは、コピーがティモテ？あれ？珍しい紋章持ちって。こいつは知らないのか。珍しいっていうか隠されてきた紋章やからね。うん、失われたはずの4つの紋章がこの学級に集められたのだ、うん、いやこれはこれでやっぱおかしいからね。どう考えてもたまたまにしてもおかしいもん。絶対に他ならないアルファルドさんによって。ああ。だがつまりアルファルド殿は誘拐された。それはなぜだ。偽装でしょ。後輩を手に入れ偽装誘拐。無縁な手を使わずとも俺たちから直接奪えたはずだ。確かに。え、ガチで違うやつが言ってんのか。誰かに脅されてたか。仲間割れでもしてるの。仲間割れ。アルファルドの後ろに誰か言ってるってこと。本当に偶然だったのかもな。俺たちは結果から逆算しちまってるが。いや、早く答え知りてえな、これ。俺の土下座がかかってるんで。ただの事故だろ。ハピア・コンスタンツェの事情とも無関係だ。あ、バルタザールに関しては、でも、そういう風に仕組まれとったんじゃないの？ここに来るように。怒らねえ可能性は高かった。ああ。疑いすぎってやつなのかもな。どこまで、でも偶然にしたらやっぱりおかしいからね。すごいよ、この誘導。今は時間の猶予もない。うん、とっとと支度して。あ、もうやめるのか。後に向かおうぜ。推理パートは。行きますか。散策あんのかな。あるんだ。あったわ。またなんか教えてくれるんかな。すごい数俺だここ。レア様ひどくないですかって。なんかあるんでしょうな、やっぱり。うん。しっかり鋭いところを突っ込むね、ヒルダちゃんは。早くすっきり解決して、元の生活に戻りたい。よ
あ、これどうなってんだろう。これもダウンロードコンテンツのあれ見たいっすね。浴室。全く出てきないけど。これは別に、ここでは出てこないんかな。また上でやれることが増えるんすよ。なるほどじゃん。なるほどじゃん。はん？ティモテの大紋章？ハピー、何がなるほど？自分の故郷がどういうところなのか、よく分かってなかったんだよね。孤児なのかな？知れてよかった気するし。はあ。でよかった？全然なるほどだ、なるほどじゃんじゃないんですけど。これも、開示されたんかな？出ました？あ、出た！オーバーの紋章。大紋章では書かれないんだ。そう。これ行くと、シバリエ、ノア、ティモテ。でも、そう。映画ですら、セイロスの小紋章とか、そう、ディミトリも小紋章だし、うん、リーガの小紋章。ゴネリルの小紋章。ああ。やっぱ、大紋章って、相当な、やつらよ。難しく考えるのは嫌いだからよ。とりあえずアルファルドさん助けて事情を問い詰めてやろうと思ってる。まあ機関なんことはいっぱいありそうやな。手伝ってくれ。相手の出方もわからねえからな。いやもうすっかりもう仲間やね。まあもう正式に生徒ではあるからね。てこに。それとも味方でございます。あの敵だと思いたいんやけども。子供の頃からここアビスを守るために地道に活動してきたのですわ。子供の頃って多分年的に10、え？コンスタンツちょっと若いんだっけ18、19だからまあ10年ぐらいいてんのかなここに。私がガルグマクを訪れることはなかった。お家を取り壊しになった。例のダグザの戦争の時になんかあったんだったよね。それも全部仕組まれとったってことなんかな。ヌーベルケが何か転覆するように。いや、おかしいって。おかしいもん。もう必然レベルよ。そういうことだ、俺はいわゆる重罪人ってやつなのさ。珍しく誰かさ、珍しく覇気がないね。とっくに教団に首に殺されてただろうよ。多分レアな紋章持ってるから生かしてくれたんやんね。多分何が先なのかも気になるけどね。例の崩壊を手に入れるためにまあ、それが、絶対そうやろうけども。いやー、すごいことしとるけど、この、人の命も使ってまでここに追い込むってね。報いるつもりさ。たとえどんな形であろうとも、な。ユーリスが人を殺すように仕組んだってこと。よくできすぎとる。誰だ？ニーハルト。いやまたなんか教えてくれるか。仮説って驚きましたよ。仮説。これでも本当に驚愕してますからね。こいつ頭いいなやっぱり。例えるなら、釣り池の主を釣り上げたと思った。この掴みどころない性格もいいよね。潜って魚を捕らえていたセテスさんが釣れたとか、そんな感じです。めちゃめちゃ面白いやんけそれ。見てみたいわ。うれーんってやつ。ね、ここ曲がると、アッシュ。レア様、あんなにあっさり後輩を託してくださるなんて。よくわかりますだいぶ簡単やったね。後輩は教団にとってすごく大事なものなんですよね。まあもういいんじゃね。このベレスの体にソティスが宿ってるっていうのをもう確信してるから、もう使う必要ないんやろうね、崩壊を。だからレアは簡単に渡してくれたってのもありそう。
本当に大丈夫なんでしょうか。いやー、いろいろ考察すると楽しいなあ。あれ落とし物ね。あ、あったわ。弓。弓か。え、モデル切り替え？何この部屋。マジで？ああ、これだけ？どっちでも、もう、うん。今までの設定でいいや。あ、ここでみんな寝泊まりしてんのか。え、男女。二人とも？そういうことやよね。で、まっすぐ行って、登りますか。こっちにいっぱいおる、生徒。ディミトリ、どうした、ぼっちで。アルファルド殿の目的、うん。ここに来て謎はいよいよ深まるばかりだな。だがまあ、全部教えてくれるかな。黙って思案を続けていても仕方がない。うん、でも本人に聞くしかないね。支度を整えておこう。おそらく戦闘は避けられない。ちょ、え、もう最後のあたりでいいんかな。もうさ、後ろの手が気になる。後ろのキャラの手ガッツポーズしまくってるやつ。ああ、結構鉱石とかお金かなり溜まってるんですけど、割と節約もしてますしね。テクロード。ってことは、うん、それに対応する遺産。あいつら持っとるよ、だってすでに。ハピとコンスタンツは持ってないか。ことの真相を明らかにする方が先だ。うん。俺の想像では、いろいろ気になることが多いね。礼拝堂後に行けば。言ってよ。言っといて、想像でもいいから。そうやよね。ハピとかは持ってないもんね。英雄の遺産っぽいのは。うん。コンスタンツもなしと。うん。これメインストーリーやったらくれるんかね。どうなんだろう。興味深い話ね。うん。しかもその一人は、ね、帝国の貴族として堂々と血を繋いでいた。うん。ヌーベル家ね。ヌーベルの血統を持つ家の一つだったはず。ほう。二つ入ってるってこと？じゃあ、あれは。ノアだっけ。うん。あ、一応そういう定期検診みたいなのあるんかね。紋章の検査というか。いろいろやってんだね。で、登ると誰かおる。本日の異常はあ、効果本番。いや、うん、ありかい。異常なしって。どっちでもいいわ。暮らしは嫌なんですよ。アルファルドの旦那を頼みます。あ、こいつよく見たらブリガンだよな。おの使いだ。俺に任せてください。敵が現れたら今度こそ逃げません。多分。まあいいキャラしとるわな。上のモンバーの方が好きやけども。この先、いや、こっち取りこぼしたか。こっちのこっちの、ああ、あれか。ブリギットのグレモリー。消えるしかないね。どうした？危ない。地上も、私、嫌われる。危ないね。そう。何かしら、みなり綺麗やから、生きてけそうな気するけど。いられない。そうなったら、消えるしかないよ。いや、もう飛んでブリギット帰れるんじゃない？試してみたら。ワープぐらい覚えてても良さそうな気するけど。この奥、あ、酒場か。頼むよ。聞いてくれ。うん。俺、ずっと考えてたことがあってよ。なんだ？まずい酒しか持ってこれなら、酒についてか。うまい酒をアビスの中で作れねえんかなって。合ってたわ。それなりの設備はいるだろうが、やってみ。成功すりゃ
地上にだって売れるかもしれねえだろ、うん、まあ素材というか物、お酒ってどうなんだろう、発酵の具合とか、まあ、やり方でやるんじゃないの、一度相談してみようと思ってんだ、うん、だから頼むよ、帰ってくるかなあいつ、取り戻してくれ、あんたらが頼りなんだ、うん、お前もじゃあついてこいよ騎士団として、お、お願いあの人助けて、アルファルドのことか、セールス騎士団は動かないの、動けないのよ、連れてくんなって言われたもん、手紙で、本当に大丈夫なんでしょうね、アルファルドさんは死んじゃいけないのよ、じゃあお前も来いよ、お願い、あの人を助けて、すごいなあ、ガチで支持率 100% あるぞこれで、お、ハゲのじゃあ久しぶりやな、アビスは元の地獄に戻るじゃろ、あーそっかそっか、そういう過去もあったね、アルファルドが来てからまともになったってやつ、どうでもいいが、ここには若者や子供もいる、あーあー子供がいるってのはちょっと心苦しいよね、彼らの未来が閉ざされてしまうのは辛いことじゃな、必要か、アルファルドは。もうおとなしく聖杯渡そうぜ、じゃあ。で、多分、ベレスの母ちゃん生き返すんでしょう、きっと。で、お、ユーリスはさすがだな、ほん。こんな状況なのに落ち着いていられるなんてよ。落ち着いてんのか、あいつ。結構凹んどったけど。自分の過去喋って。うん。あ、そうな。いや、心の中じゃ焦ってんだろうな。なのに。ああ。あいつの美学ってやつか。よく冷静でいれるな。ああ、かっこいいね、それはそれで。ただの、見た目の、見た目が女っぽいやつじゃなか、だけじゃなかったね。で、応援してくれてんのか、これ。助けに行こうとしてる、あなたも地上の人。地上の人がみんな悪いわけじゃないのか。ああ。頑張ってね。子供ってやっぱそういう、やっぱ世界がちっちゃいからね、まだ。こういうふうに思ってたんだ。上の人は全部悪い人って。はぁ、子供とは。ゴルフクラッセのみんなは、ね、女の子。とっても強いんだよ。いや、強いね。何が強いわ、普通に。わからないけど。みんなに任せておけば、大丈夫だよね。あ、今までずっと、守ってきたんでしょ、あの4人で。あ、終わったか。うん、じゃあ、行きますか。あ、ちょっと待ってくれ、先生。お、すぐ続く。ローディングなし。俺。なんだ？あんたのこと気に入っちまってさ。はあ。どうだ？告白ですか？約束でもしないか。どういう、あれですか、これは。エロいこと？上かな？おぼせてどういうこと？あ、夜半過ぎ。エロいことですか？大修道院の鐘が鳴る。うん。それを合図に、聖廟の前で待ち合わせよう。あ、ガチで。本気の真剣なやつ。夕方でも朝でもなく、夜半過ぎだ。間違えるんじゃねえぞ。これ、男らしくなったな、急に。聖廟立ち入り禁止では、なぜそんな夜中に。なんか企んでんのかな？てか、王政の意味は、ただ会いたいってだけ？上の方が気になるかな。整備を立ち入り禁止では。来ればわかるさ。おい。それでも、なんだろう、貴族どもが俺をめぐって殺し合いを追っ始めたことさえあるんだぜ。俺をめぐって取り合いしたってこと？それは当然女子やよね、向こう側は。いい思い。ね、頼むよ。楽しい夜にしてやると約束しよう。あ、そっちのことも楽し、あの、たしなんでらっしゃるのかな、ユーリス君は。覚えておいてくれよな、先生。はぁ、あ。惚れられてましたね。
下か。お考え直しください。これはただのじいちゃんか。司祭。これは崩壊渡してしまったくだりのこと。英雄の遺産に匹敵すると言っても過言ではないものです。いや、それが今まで放置されとったというか別に探されてたわけでもないでしょ。急に見つかったから言っつってね、ここまで。だいたいこのじいちゃんもなんか怪しいし。ですから、私もすでに手を打っています。はぁ、あ、これはなんか裏で動いてるってこと？力を秘めた恐ろしい武具である英雄の遺産と異なり。まあ、そうやね、戦う系ではないよね。失ったもの、当世においては何をなすことも与えません。そうなん。え、もうただのコップってこと？あれ。そういうことだよね。一切の力を持たないと。うん。であれば、なぜ司法などと呼ぶのです。ほう。やっぱりもう本当レア知らずらしく生きとるな、こいつ。女神をこの内容に呼ぶ。血。え、でもそれ失敗したんでしょ？成功したんならまだしもずっと言ってますけど。じゃあ、その、後輩って言い切れんくない？よし。ね。お？どうなんか気づいた。お？険しい顔になった。ボルフクラッセが保護している者たちの素性を洗い出しなさい。あれ？気づいてなかったん？こいつ。四章の末裔ってこと、あいつらが。今ピンときたっぽいね。ものも多いはず。資料にあたり、うん、改ざんの形跡も調べるのです。改ざん、あ、かその、はあ、隠されてた可能性もあんのか。レアにバレないように。承知いたしました。それと、うん、アロイスを至急呼びなさい。師団にも命じたいことがあります。仕事が早いね、レア様。あ、このおじいちゃん。全然違う展開になってしまったけど。崩壊を持ってくのどうかなっつって進言したら、いろいろ仕事与えられたね。私の予想が正しければ、また悲劇が起こってしまう。は？何かが発動すんのか。この辺りか。古い礼拝堂ってのは。なかなか戦闘パートに行かないっすね。あそこでいいよね。私などいなくとも構わないでしょうが、アルファルド様を助ける交換材料にでも。なんなら、あれじゃない？ジェラルドパパ死んだ場所がここじゃなかったっけ？そうやで、クロニエが来て、モニカことクロニエだろうね。ダメですよ、コンスタンツ。代わりに君が捕まったら、本末転倒です。ああ。忘れとったこのあれ。ああ、また闇落ちしたコニー。27歳ですね。おい、あ、来んだって。言ったな。殴られたら死ぬぞ。速さ遅いし、ハッピー。実際結構年も離れてるもんね。ホルソさんとタメぐらいなんかね、親友つとったしね、そういえば。確かに、ヒューベルトと比べても結構。あ、ヒューベルトって20前半やよね。まあ別におっさんだ。まあ高校生ぐらいしたら20後半はおっさんか。あ、やかましいってこんな感じがくんだ。ちょっと話それてますよ。適当すぎる気もするけどな。まあ、あの、ね、学園ドラマとか映画とかで、結構な年齢の俳優が、学ランとかが学生服着てますからね。そういえば、それはそれでいいんじゃね。老け顔もいますしね。その制服やゴルフクラスの教室は、一体誰が用意したものなんですか？アルファルドさんじゃないの？
独特のね、その鎖みたいなの何なんけ、その、それもわざわざつけとるってことやよね。アクセサリーみたいなやつ。あの人はさ、嫌よね。アビスの管理を任されてすぐに、うん、オルフクラッセってもんを作ったそうだ。ほう。それはあれか、崩壊を見つけるために、封印を解くために、こいつらを集めるために、わけあって士官学校にいられなくなった元生徒に、居場所をくれてやりたいってな。うん、もちろん、これは本心なんかな。俺たち4人と知り合うより、ずっと前の話だ。どこから計画が始まってたんだろう。あ、もう絶対ベレスの母ちゃん死んだ時からやよね、絶対。人格者だ。やはり4人が集まったのは偶然。いや、偶然なわけないからね。上にしとく人格者だ。他にどんな目的、まあ、でもやっとることは、僕はその行動を誰からも慕われとるしね。やましいことが、ね、この崩壊を見つけ出すことであったとしても、それ、お釣り来るぐらいいいことをしてるでしょ。難しいことは知らないけどさ、うん、パピは助けられたし、助け返したいよね。私が俺なんかこういうこと言ってるからね。助けになるとはかすかにも思えませんが、同感ですよ。そういうこった。受けた恩を。いやー、早く答えを知りて。許しても俺の拳が許さねえ。先生もかっこいい。巻き込んで悪いな。おお、なんか低いトーンで。構わない。まあ、下でしょ。生徒のためだ。もう担任やからね。すっかりウォルフクラスの先生だな。どんぐらい時間経っとるやろ。もう一晩とちょっとって認識でいいかな、これ。一生から見て。それじゃあ気合い入れていくぞ。まあ、これはこれでいいか。うまくいくかな。お、どうした？明日の約束のこと？なあ、先生。どうした？俺はさ、うん、ガキの頃から勝てる爆打しか打たねえと決めてるんだ。なんかほんとクロードっぽいな。そのために誰かを騙して落とし入れて殺して、うん、そうしてやっとここまで来た。教団の人間殺した以外にもやってんのか、これ。勝率はクブクリンにしかなってね。え、その一輪が気になるって？あんたが俺を信じて託してくれるかどうかだな。どういう意味？あれ？どういう意味？ただの独り言だよ。行こうぜ、先生。何かする気なんか、こいつ。最後の最後に。さあ、いろいろイベント続いとるし、さっさと戦闘パート入るか？入らない。あ、